おはようございます本日、1月8日土曜日、はい、皆さん、毎度あのシザーってさ、裏すきしてあるでしょ、裏側がほら、あのへこんでるっつうの、あのへこみ、何のためってたら、あそこにゴミが詰まった時のことを考えて、あそこ、ああいう風になってるんじゃないかなと思うんだよね。ああだだあそそそこここがだとに 入ったら歯と歯が浮いて切れなくなるじゃないそれのための裏付きじゃねえかなと思うんだよねほんで研ぐっていうことはあの裏付きのとこまで研いじゃんだ最後ねそうするとあもう歯と歯が噛み合わせがもう悪くなっちゃうんだよねで裏付きを調整してもう研ぎ直しっつったらもう1万円ぐらいかかっちゃうんじゃないかねひざってね10万円ぐらいしたハサミだとねあの裏付きも直して あと、歯自体がさ、こう、曲がってんじゃない、内側にさ、噛み合わせが良くなるように、あれ、研げば研ぐほどそれがなくなるから、あれ、曲げるんだよ、微妙にね、叩いて、叩くかどうかするかわかんないけど、まあまあ、本当に、シザーね、本気で修理させたら高くつくよね、<laughs> 2000円、3000円、5000円ぐらいではろくな研ぎじゃ、ただ研いで帰ってくるだけだと思うんだよねで研ぎすぎて歯が薄くなって引っかかるって、これちょっと引っかかるって見てみないとわかんないけど、箱ぶりしてねえかな。 歯と歯がかじってるっていうの、歯こぼれしてなくてもね、そこだけ白くなんか色が変わってるっていうの、裏側から見たときねそ、それはもう完全に研ぎの失敗か、もう一回研ぎは治るような感じあるけどね。 で先が尖ってるのは、これ、研ぎに出したとき、直ハサミやると刺さっていていから、もう新品みたいに先っちょ落としてくれって、まあ5ミリぐらい短くなっちゃうかもしれないね、まあ、何ミリ短くなるかわかんないけど、でも、まあ、先は丸まって安全には戻ってくるよねで、しばちゃん先生はスペアのハサミ持ってるのかな、で今使ってる、その先っちょがとんがって痛いやつ、これ、修理に出してる間、 困るんだったら、安いシザーを買ってスペアに、スペア用に安いのを買えばいいんじゃないそんでもって高いやつは、ちょっと今、修理出して、1週間でも2週間でも、うん、まあしばらく預けちゃう,っつうのだからスペア用のシザーは安いんでいいんじゃないかなと思う、自分なんかもさっきも言ったけど、高いシザーなんか買う元気ないんよ。 まあその辺はね、人の意見は参考程度にして自分で決断をして、まあ何を買おうと自由だけどね、人の意見だからって言って流されて買わないのが一番だよね。まあお財布と相談しながらね、何を買ったってうちは何も言わないけどね。あとほら、機械工学とか、ね、物理的に物事を見ていくとね、値段あんまり関係ないような気がするんだよね。<laughs> 今の工業技術を見てるとね、あのー、日本で作るかね、中国で作るか、ベトナムで作るか、マレーシアで作るか分かんないけどね、やっぱ日本で作ると高いよ、バイクだって日本で作ると3倍するかんね、あとソニーのカメラなんか全部中国製だしね、これね、あのシザーって切れればいいだけの問題だからね、高いの買ったからだって、素晴らしい頭が作れるわけじゃないかんね、素晴らしい頭作るのはね、美容師さんだからね、ま床、あ、屋さんだからね。 まあでもあの、安い資ざってさ、当たり外れがありそうだよね。<laughs> それだけあるよね。はい、はい、お疲れ様でした。